皆さんこんばんは。21連勝までやっておきました。また前回負けちゃったんで、バトルポイント409ポイントです。409ポイント。なんだっけ、リゾチウムとかインドメタシンとか、あそこら辺のが1バトルポイントで1個交換できるんですよ。あれってミナモデパートで買うと、あ、確か1個900じゃない、9800円ですよね。約1万、10,000ザウント。だから400何個か、400何万円相当のバトルポイントを私所持していると。だからこれを、だからインドメタシンとか買ってに交換して全部売れば、だからものすごい金額になるわけですね。全然嬉しくないですね。でも結局ね、どんだけマネーがあろうと幸福にはなれないし、名誉も手に入らないってことをね、だポケモンはね教えてくれたと思うんですよ、俺たちに。それに気づくのに20年かかったわ。もうすぐエメラルド発売20周年ですからね。さあ、波乗り激流は発動しておりません。俺が目指すべき道はただ一つ、バトルタワー100連勝ギガドレイン。これさっき10万打ってたら、さっき10万打ってたら多分、2連続守るめんどくせえよ。御三家相手にむやみに効果抜群技を打ち込むと、激流やら新緑やら猛やらが発動するんで、こっちの技の火力調整はマジ大事。手加減だよね。いや、今の動きかっけえ、左腕ズッキュンって。ギガドレイン PP 行こうか、切れちまったよ、自慢ボルト。ってことは最後の一体は不思議そうですかね。カメールリザードとくれば、おっと、モークが発動しちゃいました。耐えた、自慢ボルト。はい、不思議そうかな。なんでやねん、なんでやねんって感じやん、これ。レートパンチ、普通カメールリザードと来たら不思議そうだろう。なんでパラセクトなんだよ、意味不明すぎるわ。御三家統一だと思ってた俺の思い込みか。これあれですね、初代151匹の初代統一ですね。思い込みマジ厳禁。橋さん対されてました。2人目、最近早々に負けてしまうジンクスに悩まされているので、この辺はもう勝てて当然なんで。進化前のポケモンとかさ、こっちは中ポケ軍団やぞ、マジで。自慢ボルト。サクサクとこなしていきたいと思います。そういえば何でしたっけ、任天堂スイッチのさ、ゲームボーイアドバンスが遊べる有料コンテンツあるじゃないですか。任天堂オンラインに加入してる人のみが楽しめる。おっと、先生の爪、先生の爪、リングムの神くどくがゲンガーを襲う。入るダメージ、あ、麻痺。次噛み砕く来るね、ギガドレインで。うわ、ちょっと待って、これ耐えるでしょ。うわ、2連続先制の爪、つばめ返して真ん中効くのか、くそ。どうする、メタグロスにするか、コメットパンチで沈めていこう。コメットパンチ、よし、先生の爪発動しなくてよかった。よし、ラス1、不思議花。影分身宿り木の種型だと怖いのでリザードに変えます。早々でも一撃で倒せるように。眠り花で眠らされていく。
うわ、寝ている間に影分身に積まれるとちょっと厄介だよ。オーバーヒート、ピピ増やしてないからね。グーグー眠っている。日本バレ、こちらの火力をも増やしてくれた模様。ソーラービーム来いよ。目を覚ました。おい、不思議場のこれにはひとたまりもありません。よし。でその任天堂スイッチのあの GBA が遊べるコンテンツでさ、ポケモンルビーサファイアエメラルドファイアレッドリーフグリーンが収録されるのは今か今かと多くの3世代ユーザーが待ち望んでいるのに、いまだに収録されないっすね。なんか任天堂ダイレクトとかさ、たまに YouTube でやってるじゃないですか、公式から。あの度に今度こそ男性世代バーチャルコンソール来るでしょうみたいなのに言われてて、いつまでも来ないと思ったら、なんか任天堂スイッチのなんか次世代機が出るなんていう噂もあるし、いやちょっとここはゲンガー先輩が引くのはダサいか。先輩ですからね、ゲンガー。ゴースト、おい、おっと、ラムの目で回復していく。よし、バーチャルコンソールでルビサファエメラルド導入されたらめちゃくちゃ売れると思うんだけどな。ダメかな。めちゃくちゃ売れるし、第三世代めっちゃおもろ、こんな神作があったなんてって今のヤングたちに知らしめるきっかけにもなるし、ついでに俺の動画の再生回数も上がってくれたらなお嬉しい。で俺がそのタイミングでバトルタワー100連勝を到達して、なんか超すごいやつみたいな感じで有名になりたいわ。好きなポケモンだけで順電使わず積み技使わず最難関エメラルドバトルタワーで100連勝を成し遂げた男。残っちのこの羽、なんだよこれ、ぶりっこじゃねえかよ。おい、地震。だから残っちの目の周りの青いのがあざに見えるわ。ぶん殴られたのかな。パトリックさん、対戦ありがとうございました。サクサクとこなしていきましょう。お次は4戦目。なんだっけな、ロックマンだっけな、任天堂スイッチ GBA バーチャルコンソールシリーズの、ちょっと噛んでたけど、ちょっと噛んじゃいましたけど、ロックマンが確かね、冷凍パンチ。あれ、オンライン対戦ができるんですよね。もちろん GBA にはその機能はなかったですよ。当時は通信ケーブルの時代なんで。なんか、オンライン対戦ができるから、もしかしたらポケモンも、ね、第三世代でオンラインなんかつったらマジ熱いよな。冷凍パンチ。いいダメージが入る。フラフラダンスはラムの目で回復していくよ。冷凍パンチ。でも第三世代って、まあその、なんていうのかな。やばい。電磁波来るか。いやでもこれね、ゲンガーの全ての攻撃技が半減だし、三つずれ連打してても多分電磁波来るんですよね。ほらこれ言ったそばから来た。電磁波をラムの身で直してまた三つずれ連打してたらまた電磁波打ってくるんですよ。で結局麻痺を背負った状態で三つずれ連打って言うとリスキーなんで、ウロスに変えました。地震、雨乞い、雷来るよ。動けよ。よし、危ない。レアコイルの雷の火力マジやばいですからね。必中雷。
セリカさんと対戦されてました。5人目で話戻りますけど、第三世代はちょっと源泉がね、ちょっとハードルが高いんですよね。だからオンライン対戦とか実装してもあんまニーズない気がするけど、でもやってみたいっていう好奇心はあるけど、プレイヤーの人口は少ないだろうね。だってなかなかそこまで第三世代やり込む人って、相当時間かかりますからね、対戦環境整えるのに。ちょっと困ったな。紙砕くで一撃でやられるのが惜しいからリザードに変えるわ。来いよ、オーバーヒートか紙砕く来いよ。シャドーボールがリザードを襲う。地震、ヘルガーとかキューコンとか、なんかその辺の特性もらえび一族に打点を確保するために。マジか、こいつ。普通リザードンが出てきてカウンター打とうと思うか。こいつちょっとやり手だな、ジーマンボルト。いやー、あらぬ形で返り討ちにされちまったが、まあ、ラムの実まで使わされるとはな。10万ボルト。2回連続気合の鉢巻きとかないだろ、頼むぞ。よし。でも2対2ですからね。雲行きが怪しい。ユレイドル来た。いや、メタグロスに変える。冷凍パンチでもいけるんですけどね。ちょっとでも、怪しい光を打ってこそ。あー、バリアーで積まれていく。ユレイドルってカウンター覚えてるっけ？ユレイドルってカウンター覚えてる？ゲンガーに変える。冷凍パンチ2発で沈めるか。あー、これなら最初から冷凍パンチいけばよかった。やっぱ怪しい光来るか。ってことは多分カウンターはでもないってことだな。じゃあメタゴロスに変えるわ。これ何で来るよ。また防御上げられていく。防御が4段階上がって、コメットパンチが当たる。4割ぐらいかな。そんなに入んないか。怪しい光、まあ、これでネチネチに行くのも悪くないか。まさかバリアを積んでくると思わなかったな。ゲンガーに変えて、バリアはゲンガーの前では意味がない。当時の冷凍パンチは特殊技です。ここで冷凍パンチをまず打ち込むと。まあこれぐらいですよね。で、あ、かわした、でかでかー。これ怪しい光食らってまた面倒なことになったらやばかったけど、これ倒せますね。焦った、今ちょっとやばっと思った。また20戦でで負けんのかよと思って、危なかった。プテラを繰り出してきた。俺の方が早いです、ジモンボルト。ただ前回のチャレンジでこれでギリダイされて原子の力を食らって、相手が1割の追加効果発動して
すべての能力が一段階上がって総なめされたんで、プテラマジ要注意。ちょっとこの一戦ちょっとしんどかったですね。6人目ヘルガーのカウンターをビビったな、マジ。ヘルガー対策に入れた自信がまさかカウンターで返されるとはな。ちょっと今のはガチでやばい。言葉詰まっちゃいましたもんね、僕。冷凍パンチ、わたっこちょっとレアだよな。泣いてるように見えるな、このドットレ。2匹目、綺麗花も冷凍パンチでいける。わたっこ綺麗花と第2世代パーリーですかね。いい趣味してやがる。だが趣味パで勝てるほど俺は甘くないぞ。レートパンチ、相手ラスイチ。ラスイチも第2世代なのかな。全然違うやん。草統一ですかね。冷凍パンチ4倍です。はい、強い、いいですね。ルリカさん対戦されてました。次7人目ですかね。28戦目7人目はこれまでの6人よりも頭一つ抜き出て強いので行って行って慎重に。ともゆきさん、ユレイドル来た。ちょっとさっきのトラウマが蘇りますね。でもまあ冷凍パンチ2発でいけそうなので、食べ残し込みだとちょっと乱数、これ1割引かれると痛いよ。ちょうど半分食らった感じですね。メドグロスに変えます。原子の力1割引かないでくれよ。よし、コメントパンチが当たる。 OK。 いや、原子の力って1割の確率で攻撃防御特攻特防素早さが1段階上がるんですよ。ずるいですよね、さすがに。あ、ツボツボいいね。コメントパンチで9割。あっと、当たらない。影分身。影分身ね。TH だから。影分身。またしても当たらない。めんどくせえ。コメントパンチ。当たらない。さすがにコメントパンチは PP 増やしてますからね。やばいな。5連続外し、6連続外し、やばい。コメントパンチが当たらねえ。相手6段階積みましたね。当たらなさすぎるでしょ、さすがに。コメントパンチが、くそ、 PP 切れるよこれ。え、そうか、これで6回目か。ちょっとカウントし間違えました。不運だな、こんなに当たらないことこれまでないんだけど。コメントパンチが当たった、よかった。これ PP 切れたらどうしようかと思って、もうしー、はい、余裕。まさか一撃とはな。はい、相手ラスイッチ来たー。ヤドキング、こいつ先生の爪なんですよ。先生の爪で前メタゴロスとなんだ、あのゲンガー倒して、でリザードンでは倒しきれなくて負けたっていう過去があるんで、早めにもう蹴散らしていくわ。おい、はい、余裕。ルギア爆誕に出てきた人間の言葉喋るヤドキング、良かったですよね。
貴重な人間語を喋るポケモン。僕映画館で見たんで当時。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。